皆さん、こんにちは。新兵器大好き、にゃんこタイガーです。今日も楽しく、新兵器の模型を作ろうと思います。ところで、三大新兵器というのを知っていますか？それは、自走式陸上爆雷、タンジャンドラム。元祖ドローン兵器、ヘモゴン戦車ゴリアテ。アメリカの円盤型戦闘機、フライングパンケーキです。ここ最近は空飛ぶパンジャンドラムばかり作っています。たまにはパンジャンドラム以外の珍兵器を作ろうと考え、フライングパンケーキを作ることにしました。どうせ作るのだったら動かない模型ではなく、実際に動き飛ぶものを作ろうと思い作り出しました。それが6ヶ月以上続く苦闘の始まりでした。ところで、フライングパンケーキには2種類あります。XF5U と、その試作型の V173 です。この2つはよく似ていますが、違いがあります。最大の違いはエンジンです。XF5U は1350馬力のエンジン2つ。合わせて2700馬力。V173 は80馬力のエンジン2つ、合わせて160馬力の飛行機です。外見上の違いは前から見るとよくわかります。XF5U はプロペラの横に穴が2つあります。一方、V173 の方はプロペラの横に穴はありません。ガラス窓があるだけです。この穴はスーパーチャージャーに空気を送り込むエアインテークで、キャブレター、エンジン、オイル冷却機に空気を供給するためにあります。フライングパンケーキは形はおかしいが、珍兵器の中ではまだまともな方と言われ、ちゃんと飛んでいる映像が残っています。しかし、実際に飛んでいる有名な映像は V173 のもので、XF5U は作られただけで飛ばすこともなく、開発計画は中止。スクラップにされました。そのため、飛んでいる映像はありません。ところで、ウプ主が作ろうと思っているのは、本当に飛ぶことのできるフライングパンケーキです。そのため、作られただけで実際は飛行するかどうかの保証のない XF5U ではなく、本当に飛んでいる記録映像が残っている V173 の方を作ることにしました。最終的にはゴム動力機を作ることが目的ですが、いきなりこの形のゴム動力機を作っても飛ばないと思うので、とりあえず紙飛行機を作ってデータを集めたいと思い、紙飛行機を作りました。これがフライングパンケーキ紙飛行機です。ケント紙という丈夫な紙でできています。プロペラも同じ紙で作っていて、虫ピンを軸にして、風を受けるとプロペラが回転します。ボート V173 フライングパンケーキ紙飛行機模型、飛ばしてみたいと思います。機体中央の下にゴムを引っ掛けるフックをつけていて、ゴムカタパルトで飛ばすことができます。プロペラは風を受けたら回転するので、ゴムカタパルトで飛ばすとプロペラを回転させながら飛んでいくと思います。おや？飛ばない。ほとんど飛んでない。なんだ、雑魚か。もう一度。やはりダメですね。不合格です。この飛行距離では飛んでいるとはとても言えないですね。円盤横機は揚力がとても高いと聞いていたので、少々重くても浮くだろうと紙を分厚く丈夫に作ったのが良くなかったようです。飛ばない。究極必殺奥義。全然飛んでくれない。飛んでくれないの豚。
飛ばない豚はただの無駄だ。飛ばない飛行機も無駄だ。飛んでいないのだから、すでに飛行機ですらない。ダメだ、飛ばない。重量が重すぎた。円盤型なので揚力があると思い、紙を分厚く丈夫に作ってしまった。そこでケント紙ではなく2ミリのカラーボードで作ることにしました。カラーボードは100均で売っていたもので、ポリスチレン、要は発泡スチロールです。これより軽いものはないと思います。これがスチロール製フライングパンケーキです。左にあるプロペラがついているのが今までのケント紙の機体。右が新しく作った発泡スチロール機です。それではカラーボード、発泡スチロール製ボート V173 フライングパンケーキ飛行実験をしてみたいと思います。前のケント紙で作ったものはほとんど飛びませんでしたから、今度はどうなるでしょうか。形は全く同じです。おお、飛んでいます。見事に飛んでますね。このふわふわ感、 UFO っぽいですね。フライングパンケーキが UFO に間違われたというのも、今の飛び方を見ているとなんとなくわかる気がします。もう一度飛ばしてみましょう。そりゃ飛んでますね。なんとか飛ばすことに成功しました。形は全く同じなのに、紙から発泡スチロールに変えるだけでちゃんと飛ぶようになる。飛行機というのは全く微妙なものですね。この形で飛ぶことは分かったので、あとはゴム動力機を作ろうと思います。イケースなのでスチロール素材でゴム動力化することにします。ただ動画の尺が思ったよりも長くなってしまったので、今回はこれまで。次回、フライングパンケーキ第2回ゴム動力動画をご期待ください。ネットで見てみた珍兵器、パンジャンドラムが一等賞。珍兵器の音の紹介がまた出てた。いいな、パンジャンっていいな。面白い武器だとみなみな言うか、まともに走れないだけなんだよな。僕は飛べるよ、普通に飛べる。フライングパンケーキを知らないかい。